こんにちは、ハイキュー CH です。チャンネル登録者様5000人ありがとうございます。皆様に人生を救われております。会社員時代は人生つまらなかったんですけど、皆様が動画を見てくれて、反応をくれるおかげで、大好きなバレエに関わりながら、生きていけてる今が本当に幸せです。本当にありがとうございます。さて、今回は世界バレエの決勝戦を解説します。ポーランド対イタリアの戦いです。イタリアとポーランドの特徴を日本と比較しながら解説して、試合の流れを簡単に振り返り、活躍選手を紹介します。世界の監督たちが使うスタッツ表を元に解説をしていきます。この動画を見たあなたは、世界一を決める試合の戦術やプレイの解説を聞くということなので、日本戦だけを見た人より、バレーの理解がさらに深まること間違いなしです。今回もバレーの面白さを探求していきましょう。目次をドン。せっかちな方は、概要欄から好きなところに飛んでね。それでは解説させていただきます。ポーランドについて解説します。ポーランド自体が世界のトップリーグがある国で、世界で一番バレーを理解してる国なんて言われます。世界ランキングは常に1位か2位の超強豪です。今年のポーランドはとても攻撃力が高いチームです。特にサーブの技術力は世界トップで、スタメンからベンチメンバーまでほぼ全員が、試合をひっくり返せる強烈なサーブを持っています。またスパイクはパワーとテクニックを兼ね備えています。ブロックを利用したプレイや、空いてるコースへの打ち分け、穴を狙ったなんだなど、パワーがある選手でも、テクニカルなプレイを多くします。ディフェンス面はブロックが強固で、さらにブロックに当たったボールを走って繋ぐプレーが上手い選手が多く、粘り強いです。しかし、強打レシーブやレセプション、パスの技術力は日本の方が上手だと思います。ポーランドの有名な選手は、代表は引退したけど、選手としては現役で日本でプレーしてるミハウ・クビアク選手。同じく代表シーズン以外は日本でプレーしてる。今年のポーランドの逆転で、世界トップクラスのオポジットクレク・バルトシュ選手です。今季の代表シーズンは日本とポーランドの対戦機会がありませんでしたが、去年まではポーランドの強烈なサーブに崩され、スパイクに対応しきれず負けていました。イタリアについて解説します。イタリアも世界トップレベルのリーグセリエ A がある国で、強豪国です。セリエ A には石川選手、西田選手、ラン選手なんかが挑戦してますね。今年のイタリアの代名詞はブロックです。今大会のイタリアの1試合あたりの平均ブロック本数は10本でした。日本の1試合あたりの平均ブロック本数は7本と差があります。話脱線しますけど、日本のブロック本数も多いですよね。計算してて驚きました。VNL の日本対イタリアのブロック本数は、日本が2本、イタリアは14本と圧倒的でしたけど、話を戻しまして、イタリアはブロックがとてもいいので、ディフェンスシステムも世界トップレベルです。ブロックで点を取れるのはもちろん、抜けたコースにレシーバーが待ってるし、ブロックのプレッシャーでスパイクミスも増えます。攻撃はサイドアタッカー中心で、若手のアウトサイドヒッターの2人と、オポジットの選手の3人でまんべんなく点を取ってきます。レシーブは強いボールをしっかりと自分のコートにキープする技術があり、そこからサイドアタッカーまで攻撃につなげてきます。イタリアの有名な選手は、ラン選手と同世代のサウスポーアウトサイドヒッターミケレット選手や、イタリアのキャプテンで超攻撃的なセッター、ジャネッティ選手とかです。世界バレー決勝、ポーランド対イタリアについて解説します。今年の世界一を決める戦いは、3対1でイタリアが勝ちました。イタリアのディフェンスシステムが機能して、サイドアタッカーがよく決めた素晴らしい試合でした。最初のセットはポーランドが取りましたが、それ以降のセットはイタリアのディフェンスシステムが仕上がっていき、ポーランドの攻撃の中心選手、シフリカ選手、クレク選手のスパイクを貫通してました。ポーランドも攻撃のリズムを変えるために、ミドルブロッカー以外のメンバーを入れ替えたりしましたが、作戦振るわずイタリアに敗退しました。イタリアは逆にサイドアタッカー全員の決定率が高かったです。ポーランドもサーブで崩してイタリアのミドルブロッカーの本数は減らせてたのですが、イタリアのサイドアタッカーに対してディフェンスシステムを機能させれませんでした。セッターのジャネッティ選手が、サイドの3人に均等にトスを上げ、自身が積極的に攻撃参加してたことが、ポーランドのブロックのマークを絞らせず、ディフェンスを機能させなかった要因かもしれません。ジャネッティ選手は味方のミドルブロッカーより得点してて、3人のサイドに次ぐ得点数でした。決勝をまとめると、サーブで殴り合いは五分五分でしたが、サーブで崩してからのディフェンスシステムをよく機能させたイタリアの勝ちでした。決勝のクレク選手について解説します。クレク選手はポーランドのキャプテンで攻撃の中心選手です。決勝ではイタリアのディフェンスに苦しみ、スパイクがなかなか決まりませんでした。攻撃のリズムを変えるために一時交代がありましたが、ベンチからコートの仲間を鼓舞し続けました。コートに戻った時は、点差をつけられ、サーブで崩して冷たい場面でエースを取り、プレーでチームを引っ張りました。大会全体では、準々決勝、準決勝で高い決定率を残しており、その活躍からベストオポジットを受賞しました。世界バレー2位でベストオポジットを受賞したクレク選手。今季のクラブシーズンも日本の V リーグでプレーをしてくれます。10月には日本でクレク選手のプレーを見れるので、会場近かったりした時はぜひ観戦してみてください。決勝のビエミエク選手について解説します。ビエミエク選手はポーランドのミドルブロッカーです。サーブが上手いポーランドの中でも一番上手いサーブの名手です。安定力あって強烈なジャンプサーバーです。決勝でもサーブのエースの本数、打数ともにチーム内トップで、チームに大きく貢献しました。
世界バレーでは毎試合サービスエースを奪っていて、ポーランドの連続得点の起点となる選手でした。スパイクもブロックも好成績を残しており、今大会ベストミドルブロッカーを受賞してました。決勝のジャネッリ選手について解説します。ジャネッリ選手はイタリアのキャプテンでセッターです。決勝では完璧なプレーを見せてくれました。トス配分はサイドアタッカー誰にも偏らず、打数、決定率みんな同じくらいでしたし、サーブは2セット目終盤僅差から、ジャネッリ選手のサーブで突き放してセットを取ったし、レシーブもポーランドのミドルブロッカーを2本上げて潰してました。極めつけは攻撃。味方ミドルブロッカーより得点を決めてました。ラリー中に積極的に打ったり、高い位置からの2アタックの決定率が高かったです。ブロックは常にジャネッリ選手もマークしないといけないので、非常にストレスだと思います。決勝のサイドアタッカーの高い決定率は、ジャネッリ選手の攻撃があったからこそだと思います。今大会の MVP を受賞しました。決勝のバラード選手について解説します。バラード選手はイタリアのリベロです。バラード選手の特徴はよくスパイクを触ることです。VNL の日本戦もそうでしたけど、とにかくよく強打を触ります。決勝も、ブロックの脇でちゃんと待ってて、グレク選手のストレートや、シフリカ選手のクロススパイクを上げていました。バラード選手が早い段階で、スパイクを上げ始めたので、イタリアは優勢に試合を運べてました。ポーランドのテントリアを封じた立役者です。バラード選手は今大会のベストリベロに選ばれてました。今年の世界バレーの感想を話していきます。最後までどの国が優勝するのか全然予想できなくて面白かったですね。正直イタリアが優勝することを予想できた人はいないんじゃないでしょうか。私はホームで乗ってるポーランドか、大きな大会を制してきてるフランスだと思いましたもん。今季日本が一度倒してるチームが優勝って、日本の実力の証明でもありますよね。イタリアを贔屓にするなら、日本戦のイタリアはメンバーが揃って2回目の試合だったので、まだ発展途上ではありました。がしかし、日本がイタリアのブロックにサーブで殴り勝ったのもまた事実です。来季の代表シーズン、2年後のパリオリンピックも楽しみです。日本代表は今季世界ランクを11位から7位にまで上げました。日本より順位が上のチームは6カ国。今季対戦がなかったポーランド、サーブで殴り合いを制したイタリア、惜敗したフランス、勝ち癖をつけられてるブラジル、オリンピック2位で今季不在のロシア、フルセットまで追い詰めたアメリカ、以上の7カ国ですね。今季の日本の活躍を見ると、どの国とも決定的な差は感じず、射程圏内と言えるのが嬉しいです。世界を相手に、身長体格にハンデがある日本が世界一を狙える位置まで来てるなんて、こんなに面白い状況のスポーツなかなかありませんよね。年々盛り上がりが増してる男子バレー、クラブシーズンももっと盛り上がってほしいです。今回はこんなところで、ここまでのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントをするかはあなたの自由、けどしてもらえるととても嬉しいです。それじゃ、またね。